国諸とは、律令制における官物の一つ。当初は、公用党と呼ばれる制度であった。国内諸物、国諸物などと記されていたものが略されて、国諸と記されるようになった。徴収市の在京、帰国時の食料、諸国から中央に派遣される臨時の死者や妊婦、公益雑物や荷者など素養町以外の貢ぎ物を運ぶ、人々の食料など、 臨時の経費に充てるための財源とする。人気元年3月、省税の一部を割いて、公用党と呼ばれる、関東が設定し、その水庫による利益をもって、臨時の食料などの経費に充てようとしたものであった。その後、天平6年の関東混合によって、関東が整理されて省税に統合されると、公葉島に代わって、省税の水庫の利益の一部が国庁に充てられるようになった。 正倉院文書として残された、正税庁の一部に、国庁に関する記載が見られる。天平17年の公開党設置後には、正税から国庁を出すことを停止されることになった。ただし、この時期の俗に本気の解釈については、諸説があり、公開党の推行の利息から、国庁が出されたと確実に判断できるのは天平法事、元年に、 公開党の配分について定めたときに、官物欠損とともに、国庁が挙げられている。その後、公開党が一時停止されたときに小税に戻された、以外は公開党の利息から出されることとなったが、延暦22年になって、公会党全体の1割を国著のための定額とした。この時に、人気元年の例が持ち出されており、実質的には、 公葉島の復活としての要素もあった。なお、この際に、長州市以外の四都市の在京、帰国時の食料も国もおから出されることとなった。また、国町とは別に、津島国に関しては神口経運元年に、右大臣、キ備真キ備が献上した同国の根源などを元手とした、島町という仕組みがあり、国町に準じて運用されていた。その後、律令制の衰退とともに、 国著の確保も困難となり、一時的に公開党における国著の割合を増やす措置なども取られたが、省税、公開党制度が共に崩壊した10世紀にはほとんど行われなくなったという、ありがとうございます。